こんにちは、エヴァトたけしです。今回は、ダメだと思われたらどうしよう、おかしいと思われたらどうしよう、という気持ちの乗り越え方、というテーマでお話ししていきたいと思います。人はそれぞれ違う存在です。人それぞれ感じ方や考え方は違います。好きなものも嫌いなものも人それぞれ違います。なので、 自分の好きな生き方が他人の嫌いな生き方だったりすることがあります。自分の好きなことをしていると、なんでそんなことをしているのなんでそんなバカみたいなことをしているのと言われることがあります。世の中には自分と違う他人を許すことができない人がいます。自分と違うことをしている他人に、俺と同じことをしろと強制せずにはいられない人がいます。そのような人に、 自分の好ききなこととを否定されると心が傷つきます私たちはネガティブな出来事を強く記憶するようにできています。なので、お前のしていることはおかしい、そんなことをしているお前はダメな人間だと言われたことを忘れることができなくなります。おかしいとかダメとかいう否定的な言葉を思い出すたびに嫌な気持ちになり、こんなことをしない方がいいのかな。 好きな生き方をしない方がいいのかなみんなと同じことをした方がいいのかなと思うようになります。そして他人から否定されて傷つくのを避けるために自分のやりたいことをするのを諦めてしまうことがあります。批判されないために好きなことをするのをやめることで自分を楽しませることができなくなります。やりたいことをやらないから楽しむことができない。 という状態が続くことで精神状態が悪くなっていきます自分が好きな方ではなく他人から文句を言われない方を選ぶという体験を繰り返すことで好きなことができないという生きづらさを感じるようになります自分を幸せにするためには好きな方を選ぶやりたい方を選ぶという体験を積み重ねることが大切ですしかし好きな方を選ぼうとすると これを選んだらまた攻撃されるかもしれないという不安が湧き上がってきます。やりたい方を選ぼうとすると、これをしたらまたバカとかダメとか言われるかもしれないと怖くなります。私たちはネガティブな出来事を強く記憶するようにできているので、ネガティブなことを考えて不安や恐怖を感じるのは仕方がないことです。私たちは感情をコントロールすることはできないので、 攻撃されたらどうしよう。馬鹿とかダメとか言われたらどうしよう。と思ってしまうのは仕方がないことです。不安や恐怖を感じない人間になることができない私たちにできるのは好きという気持ちを増幅させることです。やりたいという気持ちを不安や恐怖より大きくすることです。私はこれが好きなんです。私はこれをしたいんです。という気持ちが 嫌われたらどうしよう。おかしいと思われたらどうしよう。という気持ちを上回ることで行動を起こすことができるようになります。幸せに生きるために好きというのはかなり大事な感情です。なので普段から好きという気持ちにストップをかけない練習をしていきましょう。他人の目を気にしてこんなことを好きになってはいけない。これ以上好きになってはいけない。 ブレーキををかけけないいいように気をつけて欲しいと思います好きという気持ちを止めている自分に気づいたら「もっと好きになってもいいんだよ」「どんどん好きになってもいいんだよ」と語りかけて心のブレーキを解除してあげましょう。「好きなことをやりたい」「やりたいことをやって楽しみたい」という気持ちに突き動かされることで不安や恐怖を乗り越えていきましょう。 不安や恐怖を抑え込むのではなく好きという気持ちを大事にすることで不安や恐怖を克服することができるということを忘れないでほしいと思います好きという感情でネガティブな感情を圧倒していきましょう私は不安や恐怖を感じるのは仕方がないことだと受け入れています 私は他人から否定されたくないと思うのは当たり前と受け入れています。私は他人から嫌われたくないと思うのは当たり前と受け入れています。私は自分の好きな生き方を否定されたらどうしようと不安になるのは当たり前と受け入れています。私は 好きな生き方をして嫌われたらどうしようと怖くなるのは当たり前と受け入れています私は不安や恐怖より好きという気持ちを大事にします私は好きという気持ちを強めることで不安や恐怖を圧倒します私はやりたいという気持ちを強めることで 不安や恐怖を乗り越えます私は好きという気持ちに突き動かされることで不安や恐怖を克服します私は誰に何と言われようと自分の好きという気持ちを大切にします